はい、今回はですね、タイトルにある通り、ジョン・ガラ以外の五大民謡、まあ、良されとか嫌ですね、こういったものが、まあ、実は七拍子じゃないこともあるんじゃないかというね、説でございます。もうお前ほんまいい加減にせえよと。あのね、そのさっきの良されとか嫌みたいなやつって、その三拍子じゃないよ、七拍子だよみたいなね、もうそんな散々センセーショナルなあの動画を出しておきながら、主張しておきながら、もう覆すのかと、いうことなんですけど、まあ、実はそうじゃないです。まあ、動画のね、最後まで、見てくれれば、まあ、わかると思うんですけど、まあ、一部では、ちょっとそうじゃない場面もありますよとか、あとそれ厳密じゃないっていうところもあって、まあ、訂正ではなくてですね、補足、っていう、まあ、動画になります。で、まあ確かにその7拍子っていう基本は、覆らないので、それはまあ正しいと思っていただいていいです。で、あと歌付けに関しては、もう完全にずっと7拍子なので、もうこの動画もう見なくて大丈夫です。で、今回、まあ問題となるのは、前弾きとか、曲弾きのその、いわゆる独奏の部分に関してですね。まあこれね、まあ以前にも、てか折に触れてこう言ってると思うんですけど、まず厳密な7じゃないです。6と7の間、だ3拍目ちょっと重たくするみたいなイメージでもいいし、1、2、3、1、2、3か1、2、3みたいな、ちょっと3にこうアクセントを置くみたいなイメージでもいいし、てれ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 
前鉢に行くのが早いなみたいなイメージで捉えても、まあどっちでもいいみたいなこと言ってるんですよね。だその6と7のこう間をこう行ったり来たりしてるっていう感じなんですけど、まあ、しかもその曲を通して全体通してずっと一定なんじゃなくて、あるところでは7っぽく弾きましょう、あるところでは6っぽく弾きましょうみたいな、適切にこうリズムを可変させていくイメージなんですよね。でこの塩梅っていうのが曲によって違うのでちょっと、見ていきましょう。まず、大別して2つなんですけど、よされおはら族、その三大民謡族とアイヤ三下がり族に分かれるんですけど、よされおはらから見ていくと、まあ、基本7拍子でいいです。7っぽいフレーズってどういうところかっていうと、まず一つは後ろ鉢が連続するところですね。こうみたいにこう後ろ鉢が連続すると、これ3の人も一緒みたいな感じです。あともう一つは、前後鉢ですね。でこれはもう7でいくとネイティブな感じになります。で一方でじゃあ7じゃないところどこなのか、6っぽいところはどこなのかっていうと、前鉢が連続する細かい音、ちっちゃい音のこう連続したフレーズなんかは6の方がいいです。例えばここはこういう細かいフレーズなんかは、あと、あ、そうだ、あとこれもあるね。とか、とか、こういったものは、6ですね。ちょっと注意してほしいのは、駒掛けのセクションは、6じゃないです。普通に前後鉢と仮定して、あるいはその後ろ鉢と仮定して、7拍子を、適用しなきゃいけないですね。で、7と6のルールが、ちょっとバッティングするところがあって、どこかっていうと、前鉢でそのさっきのこう連続したフレーズがあると思うんですけど、それリフがだんだんクレッシェンドして後ろ鉢に移行したり前後鉢にこう切り替わったりするところがあると思うんですけど、そこはずっと6を適用させましょう。みたいな感じです。これが後ろ鉢に行ったからといって途中でってなると、なんかテンポがだんだん遅くなってる感じになっちゃうので、ここはずっと同じリズムのまま、いくといいと思います。で次、アイヤ三下がり族なんですけど、まあ基本は、よされおはらと同じ使い分けでいいです。で違うところといえば、アイヤとか三下がり2とか0のこう、絡めるところありますよね。みたいな感じです。
で、こういうところは、まあ、2-0 とか5枚勝ちが連続してて、細かいフレーズなので、6っぽいのかなと思いきや、まあ、ここは7の方がいいかなと、個人的には思ってます。だと、この3、今6っぽく弾いたんですけど、これだとちょっとなんか走ってる感じがして、なんとなくアイアサの盛りの場合は、細かいフレーズでも、グッタックス、グッタックスってこういう、7のグルーブ、そのネイティブなその青森っぽいグルーブが保たれてた方がいいのかなっていうことです。で、よさりおはらはじゃあなんでここ6にして突っ走るのかっていうと、逆に7だとドライブ感が勢いがこう殺されちゃう、死んでしまってちょっとこうもっさりしちゃうので、そこはなんかそのアイヤさん下がりとか大原よさりの違うところなのかなというふうに思います。はい、で実際のルールはもう本当に以上になります。結構、まあ、意外とシンプルに体系化できたかなと思うんですけど、まあ、譜面ですよね。どうやって書き分けるかって話なんですけど、まあ、正直僕ね6でも、まあ、てか3拍子か3拍子でも7でもどっちでもいいと思ってるんですよね。変わんないんですよ。その3拍目にその譜点がつくかつかないかぐらいしか変わんなくて、そんな見た目にも変わらないんでどっちでもいいかなって感じです。で、完全にそのこのセクションは3拍子、このセクションは7拍子って、譜面に反映させることもできるんですけど、もう見た目が汚くなるんですよね。数小節おきにこう7、3、7、3ってこう変わってるのもちょっとあれなんで、表記上はその3か7のどっちかに統一して、まあこの動画で言ってるこのルールを、まあ、個々人がこう適用して適切にこう使い分けた方が話が早いんで、まあ、そっちの方がいいかなと思います。まあ、ということで、ジョンガラ以外の五大民謡、まあ、実はちょっと7じゃないところも一部ありますよっていう補足動画でした。それではご参考までに。